今ね、錦木、西木越しとか、RE グランプリ優勝見とったらね、あの、喋って、あと続きをアメーバ TV でっていうなってったんですわ。それはね、うまくいけば多分作れると思うけどね、俺もこれやりますわ。だからどこでヒントあるかわかんない。あと、いろいろあるけど、言わないけどね、めるさいから。言ってもできないけど。<laughs> だからそのアメーバ TV に持っていこう法とかね。 よくかけてあれやな。あの、情報商材、その、やっぱ何でもち知、知識ですわ。だんだんう稼ぐ例なってあったんだすわ。え、あの、最初あの、YouTube でちょっと簡単な、パーツ入り取るようなエラーやってんで、これその、ホームページに持っていて、それはほんま、ほんまじゃない、本んのして捕まったけども、そういうやり方で情報商材こう言って、続きアメーバーでとか、 例えば、女性が欲しい人と男性が欲しい人は、そんな方に使えますわ。情報商材やって、ここまでで、続きはアメーバーで,でお金を取ると。そういうこと、アメーバー、だから俺はあの、知識で働くからな、アメーバーじゃなくて、別にやめばいかんでも、他の何、TikTok とか、他の方のテレビに持って行ってもいいってことだ、うん、そういうことですわ、今日のアイデアは。 西京里ってあれを見ると面白いね、確かに。以上、あの取り合いが。以上。顔が面白い。